これ転換ってやってる目的っていうのは、彼のこういう手とか足とかそういうことはね、競うんじゃなくて、彼がここにいたら やられちゃうから自分が安定してどうぞあちらへって、そういう形なのね。それでここで戦いに行ったらやられちゃうと思ってるから、こう来た時にああいないよって、そういうふうに自分が安定してる方が大事、そういうふうにやってるのね。でこういうふうにやって上とか下とかで安定してるっていうのは大事だから言ってるんですよ。だからここ競うよりも安定してる方が大事だから、自分が安定してる。で自分が安定してるのにはどうなってもいいの。こうやって離れてね、自分が安定してるってこと、それが第一優先だから、じゃないと何にもできないので、やられちゃったら終わりなんだから、安定してさよならって逃げてもいいんだよね。で安定してるってことは大事だから、そういうふうに、だから競うことじゃないってことね。で持たれるとこういうところ外してやりたいんだけど、こう肘と肘がこうついちゃうと、こう原理でね、こうやれば離れちゃうの。こうやってやって、いくら持っていたいもん、こうやってやると離れちゃうの。こうやってやると自分のへその前でこうやってやったらダメだよ。でもへその前に持ってきてれば、こうやって離れちゃうっていうのかな。これが出てればこうやって離れちゃう。そういうふうに安定していたいのね。だから安定しているにはどうしたらいいか。安定するのが目的だから、安定してこうそういうことを主力にしてってから、安定してるっていうのが大事なの。そういうことを優先順位に持ってね、自分で持って、で少し基本的なさばきでね、安定して次何でもできるよって、そういう状態。じゃあちょっとやってみましょう。相手に気にしてると、こういうところ取りたいんだよね。取りたい時には気にしないの。こういうとこ見てたら彼はそれに対応して何かやってくんだよね。だから気にしないことなの。気にしないので、気にしないとただ気にしてるの、いつも気にしてるの。そういう訓練を受けてるから。で気にしなさいよって言われちゃってるのね。小学校からずっと入ってきて、気にしなさい、ここ持たれちゃったらどうやったんだ、話せんの。気にしないで、こういうふうに自分の姿勢が安定、そういうふうにやらないとダメなんだよね。こうやって持ってたらいいや。彼だって対応することを考えてんだから、ここで競争することになっちゃうので、こうやってやったら筋肉入れないで、自分に近づけて、そして自分がまっすぐが優先で、下なら下落としてくる、それだけだから。自分が安定してるのが大事だって言ったんだけど、気にするのもね、一つの全然彼は余裕で来ちゃうんだよね。だから来た時に気にしないの。気にしないでさよならって、気にしないの。触らせないとかね、そういうこと。でやってると分かるんだけど、やられちゃうんだよ、こういうとこ気にしてると。だから見ないでこう自分がいいとこもらってる、で自分が安定してるのが優先で、そういうことをじゃあどういうふうにしたらいいんだっていうのは各人違うから、相手によっても違うし、それは稽古をしてるからね。だからそういう合気道の形で稽古してる。でこう気にしないで、こう左手使えばこう、右手使えばこう右手で気にしてね、掴まれた時も気にしてたらできないんだよ。だからこっちやるにしてもで安定してるってことは気にしないってこと、こ気にしてないの、ここ気にしてないでずっと上がって正中線に、自分は正中線が一番強いから、ここで何かやってるんだけど、 こっちでやらないのと同じ、自分の目の前、自分の範囲っていうのを分かってて、そしてこう来たらまっすぐで、遠いとやられすごく力大変だから、近い、こっち近いで手でやってないよね、こっち来てる、こっち来たらこう近い、遠くだとやられちゃうから、やられちゃうんだよ。だから近いの、それで自分が安定してるの、そういうことを練習してほしいの。そういう近い、そしてそう四角からこうに自分がなるべく近い、そういうことを練習してほしい。それでいろんな形あるから、こうね、こう近いの、離れてないの、近いから足がこう出てくれば、こうほら、手力でやってないんだよね、手力でやってないの、こう近いの、こう離れてないの、こう近いの、そして足で、そういうことね、こう離れてたら自分が近づいちゃう、そして回っちゃう、そして近づいちゃう。でそういうこともいろいろ考え、いろんな方法あるけども、まあその塩投げは足が自由にとか、そういうことを学ぶっていう、そういうことだからね、足を自由にして近い、遠く離さない、近い、そして近くするには相手の方に入っていく、それで回る、そういう形ね、そういう形でちょっとやってみましょう。気にしないの、ここをこうやって下くぐってこうやってやらないので、ここは競争したらやられちゃうんだから、だから気にしないの、こうやって、それからこうやって入ってるのして近いので、そういうことが優先してほしいの。だからいろいろ人によって違うよ、形はね、同士のやってる形はすごくいい形で、その通りなんだけど、それは受け身の人もプロで、なんていうのかな、だから形をやってるんだけどね、だから共通的な形をやってるんだけど、こう来てるんだからね、人によって違うの、彼によって違うので、ここ来たらやられちゃうんだよ。だから自分の姿勢が安定してるので、四角転換やったんだけど、ここに来てんだから、転換、こう転換、それでこう押し上げて近い、そして足が自由、それでこうやってるだけじゃん。だからあんまりここでこうやってやらないの、関係ないんだから、それでこっちが空いてたらこうやって来るとかさ、要は自分の姿勢が大事、姿勢が自由で、相手によって、相手をフォーカスしてたら相手の思い通りになっちゃうの。だから自分が主役なんだから、自分の自由を求めてんのかって、まとってんの、そしてこうやって入ってんのかって、で近いので、こうやって近いの、こうやって離れてたら自分が近づくの、そしてこういうふうに近いの、そういうふうに持ちに来た手をこうやってやってるのが合気道じゃないから、まあそういうことで、もう少しやりましょう。自分のことしか考えてないって言ったんだけど、自分のことしか考えてないの。他人のこと考えちゃうとでどうしよう、だ自分の正しい姿勢っていうかな、形、自分のことしか考えてないんだから、別に投げなくたっていいんだよね。投げろって言ってないんだから、四方投げの稽古、四方投げをやるんだけど、あーってこう気に してると動けなくなっちゃうの。だからこういうとこ気にしないで動けるふうに動きましょうねって。そうだから自然となんだろう、気にしなければできるんだけど、気にしてるとできないの。こう手をどうやってやるかとか、下こうぐるとか、そういうことじゃなくて、自分の正中線を守って、そしていなくなって自分の安定してる、そして近づく、そして足が自由だと、こういう何にもしてないよね。何にもしてないんだよ。相手がいようといまいと関係ないの。自分で踊ってるのと同じなんだから、こうやって踊ってるの。そう踊り自分がこう相手をこうだからダメなんだよ。だからそこが気が付いてほしいってことで、稽古もそういうふうにしてほしいってことで、形がいろいろあるから、塩投げこうね、やめた。そしたら出てきた。で塩投げお広回りになっちゃった。自分が安定してるのが優先だから、傾いてやっちゃうんじゃまずい。だから後ろに来た。そして落としてきた。そしたら上げてきた。自分の近い、こういうふうに足が自由と、自然と入り身投げっていう形になっちゃったの。入り身投げをやろうと思ってやってたら、俺、だからこっち入んなくちゃいけないとかね、じゃないの。こうやってやったらそしたらどうする、こうまっすぐやって、こうやって、そう動いてくるよね。そしたら動いてきた。そしたら近づいただけじゃないの。だから彼がやってんだけど、自分がいい立ち回りをしてるの。気にしないで立ち回りしてるので、こうやって立ち回りしてる。そしてこうやって落として、こうやって上げて、僕には全然関係ないの。彼がいようといまいと関係ないの。一人で一挙運動やってんの。こうやってそういうつもりでやってんの。こういうつもりでやってんの。こういうつもりでこういう上げて下こういうつもりでやってんだよね。いろいろその技によって学び方が違うけど、人によって相手によって違うとか、技によって違うとかあるけど、要は自由、自分がどういうふうにも動けますよって、相手に気にしないで自分ができますよって、そういう形だから。じゃあ入身投げを少しやってみる。こう相手の妨害しないってことで、主には加速してあげてるってこと。妨害すると必ず彼は反応してくるの。妨害っていうか、行きたくないんだから行きたい方向は向こうだよね。でそれを加速してあげるの。加速、そして加速してあげると、こう倒れるの。でも妨害したら できないよ。彼は戻っちゃうんだ。自分の身が安全の方がいいんだから、ここを妨害しないことなの。加速してんの。 できたら加速して、ここは全然関係ねえよ、それで俺はこっちもらったよって、そういうふうに安定して やりたいわけだから、あんまり妨害しないように、相手の行動を妨害しない。入身投げもこうやって落としたら妨害してんだよね。自然といい位置くれば、こういうふうに崩れてくるの。そしてまっすぐ、これ全然僕は妨害してないですから、彼のそういうふうにやってほしいんだよね。妨害すればするほど彼は反抗してくるから、妨害しないように、なるべく彼の邪魔にならないように自分が立ち回ってるってことで、まあね、こう立ち回ってるの。こうやって立ち回ってるの。そう、ほら何にもしてないよ。何にもしてないで落としただけ。そして上がった。妨害してないんだから、自分が妨害しないようにして、それでまあ一挙って形なのね。一挙、妨害してないよ。これを手をさこうやってやっておあ全然ダメなのだからこういうふうに入ってきて全然妨害してないのようにやってほしいんですよ。僕も下手だからね妨害してんだよね。あ妨害しちゃったって思ってんのだから思って次は妨害しないようにやってんのだから少しずつみんなうまくなって少しずつうまくなってで妨害するのは最初はしょうがないの相手の妨害するのが仕事みたいなもんだから妨害してくるんだけどそれをあ妨害してきたなあ自分に妨害してきたなでも相手に同じように妨害を妨害で返すんじゃなくて妨害じゃなくて彼が自然と倒れたようにやりたいっていうそういう話ね。そして一挙でもこういうふうに来てこういうふうに入ってきて全然何もしてないんだよこうやって何もしてないんだよこうやってやったらダメなんだよだからこうやって来てこうやってこうやってこうやって入ってで行き場がなくなっちゃったから彼は行き場がなくなっちゃったから彼は倒れちゃったそういうふうにやりたいのね。それで一挙こう外からねこういうふうに持ってきてでこういうふうに行き場を作ってあげる彼の行き場彼の倒れる場所こういうふうに場所ないと倒れないよね場所がないと彼の場所がこうやって塞いで行き場がないんだから行き場を作ってあげてこういう感じじゃあ後ろ裏と表とね表と難しいけど一挙難しいのこうやりたくなっちゃうからこうくればやりたくなっちゃうのでも場所もらうんだからこういうふうに場所もらってんだから手は何にもしてないの。そしてこう場所彼の行き場を作ってまあ一挙難しいけどまあいろいろ学びもあるからね。じゃあやってみましょう。こういうとこ手いくでしょで僕がよりどころ欲しいんだよねこういう手よりどころ欲しいと彼のよりどころになってんの知らずに自分が彼のよりどころだからこのよりどころ使って彼はこうやってくるとかわーってそう上がってくるとかよりどころになっちゃうのだからよりどころしないことなの。よりどころしないで関係ねえんだよってそれでさよならってそうよりどころにならないようにしたいよりどころしたらやられちゃうんだから彼のよりどころになったらだからよりどころしたいのは山々なんだけどよりどころしないで切っちゃうの。そしてさよならって言ってるとかねから手に行かないで場所もらってる場所もらってる手に行かないの手に行ったらよりどころになっちゃうから自分がだからよりどころをなるべくなくしたいの彼のよりどころ自分がやろうと思えば彼のよりどころになっちゃうのだからよりどころは作らないってことねそういうふうにやった方がいいんだよね。それでいろんな技が成り立ってんのだからよりどころ作ってギューって彼をコントロールしてって相手をコントロールしてっていうのをやるんじゃなくて彼が勝手に倒れたようにやりたいの。上島森平さんっていう人がいて合気道っていうのを作った時にだからそういうふうにだから言ってるんだよね。だから名人はその相手を倒すんじゃなくて勝手に倒れちゃったんだよってなんか知らないけど倒れちゃったってそういうふうにやりたいわけ。まあそういう話なんだよね。それでまあそういう練習をしてるのでよりどころになれば彼がよりどころをしてくるからそしてまあ受け身のね大事ってことだからよりどころしないのよりどころしないのこういうふうに自分が安定してるが大事でよりどころしなければこういうふうによりどころしてないの何にもこういうところよりどころしてないの四角からこういうふうに入ってんの。ほらよりどころ求めてこれって腕くるんだよね。ほらよりどころでこういうふうにやったらよりどころになっちゃうああやられちゃうのだからよりどころしてないのこうやって入れば当然この手はこうに来るでこうよりどころしてないよよりどころで回ってきたからほらそれでこういうふうにこうよりどころしてないんじゃないまあそういう話ね。じゃあどうしようかなどうしようかなこうやってこうやってこうよくねこうそうこうやったらこっち来るかこっち来るかね2つで両方とも可能性があるから自分はこの可能性があるからボンって待ってれば来る。だからこっちへ来ると自然とこういうふうに倒れてきて、そしてこういうふうに自分がそういう彼が勝手に倒れてるってそういうふうにやりたいわけね。そしたらこうやって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 こっちを出すかこっちをこうやって抜けるかこうやって塩投げやるかこうやって小手返しをやるか。それは自分を守ってるってことね。守ってじゃあ小手返しやりましょう。小手返しこういうふうに小手返しはここが来るんだよね。そしてここに行ったら来ちゃうのだからここに来ないの。ここに来ないでこう来たらで近いここに来たらやられちゃうよ。こうやってこうやってやられちゃうんだよね。だからここは関係ねえよっていうふうに思ってるから関係ねえよとか関係ねえよってそうねそういう感じで近いと離れてたらやられちゃう。離れてたらでも近いからほら近い足は自由だよね。足自由そして近いだけでここよりどころにならないように彼が伸ばしてきたらよりどころにならないように伸ばしてる。そして縮めてきたらよりどころにならないように縮めてる。それだけなんだよね。じゃあ今のやろうかな。今のじゃあなんだっけ忘れちゃった小手返しだよ。こういうのやってみましょう。どうぞ。ちょっと投げた後こうやって投げた後離れてるとこうやられちゃうからだからこう投げた後自分がこういうふうに近くに来ないとまずいのね。でこうなってたらやられちゃうのだからこれを練習した方がいいかな。でこういうふうに来てこう近いので全部もらってんの。こういうふうに離れてこういうふうにやったらやられちゃうの。自分の体重使えないから自分の体重が全てこの手に落とすためには離れてたら力になっちゃうの。だから鉄棒と同じなの。鉄棒でこうやって逆上がりやるときにこうやってやるよね。そうすると体重60キロかなんかは知らないけどこうやって支えれるんだけど、だけどこれ支えられないからこれ体重こう離してたらこうやって近づいてるから体重が支えれるの。ここでそういうふうにやって小手返しをこうやって離さないように離してこうやって離したらやられちゃうんだよやられちゃうんだよそういう話ね。じゃあちょっとそれ試しにやってみようかな。じゃあね各人小手返しをやって受けの人がギュッて持っていくとか出していくとかそういう取られないように。今この手のよりどころにならないって言ったんだけどそういう練習方法としてねこういう型取りとかあるんだけどね。型取りでこう引っ張り込んでくるのでこれで使うのバカってでやるんだけど掴まれたらこうやって来ないでねって自分が安定してんのでこの手を止めるってことね。この手引っ張り込んでくるのをってこうやって待ったらやられちゃうの。だからこういうふうに入ってでここはテンションかかってるのこういうふうに。そしてこういうふうに入ってで表から入る。そしてこういうふうにね、こう離さないんだけどな、離さないんだ。それでなるべくここは近いからこういうふうに、それから離す。そういうふうにやった方がいいんだよね。でこの利用し、まあ、こういうふうに、そうそうそう、こうバーってくるの。だからほっとかないの。こうやって持たれたら合気道は線だって言ってんだけど、こうに来て持たれたらやめてねって、来ないでねって、これが大事。それからこの手をやっつける。そして重心もらう。でここは離さない。こうやって離しちゃったらすごい起きてきちゃうんだから、持ってんだから、持っててくれてんだから、このままこういうふうに入ってくる。それでこういうふうに崩して、それから離す。でこう持ってね。で裏の場合は来ないでねって、こう来ないでねって、来ないでねって、こう来ない、これ以上来たら嫌だよっていうふうにやってるの。それでこういうふうに、そしてこういうふうに近づく。これ二挙の形ね、二挙。そしてこういうふうに、こういっちゃうとここ強いから、こう深くして、それからこういうふうに入ってくる。そうするとこういうふうに入ってきて、こう来て来ないでねって、それからこういうふうに入って、で後ろもらってこういうふうに、そしてこういうふうに足をついで、こういうふうにね、こう。じゃあ2挙やってみましょう。どうぞ。来ないでねってのはすごい大事なの。来ないでねってやってんだけど、でやめて戻っちゃって曲がってきちゃったらできないんだよ。だから、いや、来ないでねって伸びた瞬間にやってんの。伸びて戻ってきて、こう戻ってきたらできないの。これできないの。だから伸びた瞬間だったらできるの。こういうふうに腕を回すと、この伸びてんだから、これと一緒に使ってると、こういうふうに本当はこういうふうにやれって言ってるんだけど、こういうふうにね、こういうふうにやって、手見てね、こういうふうにいかないの。こういうふうにいくと曲げやすいから、曲げやすいから、でこういうふうにやってんの。でこう伸びてんの。こうテンションかかってんの。こっちテンションかかってる瞬間だったら行くの。ところが戻っちゃったら行かないってことだから、いや、まあそういう話で、でこうやってやって、でこういうふうに出してきて、でこういうふうに入って、でこうね、そういうで2挙はこういう形。それから裏だったらこちら入るんだけど、こういう形ね、こういう形。そして落としてきてこういうふうに、この手使ってくるから、この手でボカってそうそうボカってくるの。だから来る前に落とす。こういう自分の近いところ落とす。それで彼の場所を作ってあげて、こういうふうに、それから離すっていう、そういう形ね。それが2挙ね。こうね、今度3挙ね。3挙は2挙と同じで、こういうふうに来てんだけどね、ゆるいと来ちゃうから、だからきつくしてると来ない、当たってないので、こう3挙はこういうふうに持ってくるの。そして3挙、こうやって持ってきて頭の方から入る。そうするとこうなってきて、でここね、でこういうふうに入ってきて、でこうでこの手をこういうふうに重ねて、まあ難しいけどで、じゃあ3挙と4挙やろう。これね、要はこのテンションはこう伸びてる時だったらかかって、そして入って、で持つ。で裏だったらこっちからこういうふうに入って、3挙で正中線に落としてくる。で場所を作って、そしてこう、そしてこう、でこう、でこう、で4挙っていうのはこう来てこうね、こう来た瞬間にこういうふうに入っている。でこう入ってで3機はこう来たんだけどこれがこう来たんだけどこれがこういうふうに緩んでこう緩んでくる。これ嫌だ嫌だよってこういうふうに来るからこういうふうに。彼は嫌だよってこういうふうに来るのね。でそうすると自然と手が回ってくるこういうふうにと4挙の形になるの。こう4挙の形。そしたら頭の方からこうやって崩していってこう4挙で昔は肩を外しましょうって言ってジューってこうやって肩痛くして外してたんだよね。でも今はこの痛さでここの肩あんまりやんないように壊れちゃうからここをやるとここをギュッてやると壊れちゃうからここをこの真下に落とすことによってこの体重を使ってこう離れてたらダメね。こう近くそして下こういう形ね。じゃあ裏はこう来てこうやって来て3挙来て3挙来てだけど4挙はこうね。そしたら4挙へその前に落としてきてそして下ここねここにこういうのとそういう感じ。じゃあ3挙と4挙とやってみましょう。どうぞ。